私は IISS 機構長として IISS ムーンショットのすべての研究者が自らが本当に面白いと思えるような研究をしてほしいと願っています。今後も研究者のアイデアだけが研究のボトルネックになるように必要なリソースを提供できるよう頑張ります。ムーンショット。2040年までに主要な疾患を予防克服し、100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステイナブルな医療・介護システムを実現。睡眠と冬眠という2つの、眠りを理解して、それを操作できるようにして、いろいろな病気の予測や予防ができるようにしたいと。睡眠は分からないことだらけなんですが、一つ明らかなことは睡眠が大切だということです。私たちの研究の大きな目的は、睡眠をめぐる多くの謎をいくつも解き明かし、睡眠の持つ心身の健康へのパワーの鍵を解いて利用できる形にするということです。そのためには、小さな分子のレベルから脳のレベル、身体のレベル、さらには社会に対してもアプローチをしなければなりません。私たちは SIK3 という睡眠を制御する分子をツールとして人の健康に貢献する研究を推進します。外実時計は睡眠覚醒のタイミングを決定するとても重要な生体システムです。時計遺伝子の変異は人において外実リズム睡眠障害の原因となることがこれまでに知られています。我々は時計タンパク質のタンパク質レベルの制御機構に着目し、その制御機構とその破綻による影響について解析してきました。それらの発信系の理解に加え、睡眠覚醒リズムや体温リズム、ホルモンリズムといったそういった生理リズムが生み出される神経メカニズムや神経回路の同定を目指しています。私たち人を含めた動物の多くは一体いつ眠るのかといったら、通常夜になると眠くなる。で、夜しか眠くならないのかというと、実際はそんなことはなくて、日常生活、例えばご飯を食べた後、お腹がいっぱいになった時であったり、あとはすごい疲れている時っていうのは、眠くなると。で、どうしてそういう時に眠くなるのか。一方、すごい疲れているのに精神的に参っている時などは、眠くはならない。それも一体なぜそういうことが起こるのか。そういったことが脳の中で一体どういうことが起こってそういう結果になっているのか、そういったことを本研究では明らかにしていきたいと考えています。私たちの研究グループは睡眠とストレスの関係に注目しています。一言でストレスといっても、個体レベルでの精神的なストレスを指す場合や、環境変化が細胞レベルでもたらすストレスを指す場合など、非常に広い意味を持ちます。こうしたさまざまなレベルでのストレスが互いに影響し合うこと、さらには睡眠にも影響を及ぼすことが明らかになりつつあります。しかしながら、詳細なメカニズムは分かっていません。こうした点を踏まえ、私たちは哺乳動物であるマウスと無脊椎動物である線虫を対象として研究を行います。睡眠は我々人などの哺乳類に限らず広く保存された生理現象です。このような遺伝的に保存された現象に関して、そのメカニズムや機能を理解するためには、異なる生物主観を比較し、その共通性を理解することが必要不可欠です。私の研究室では、アリやマウスといった生物を対象に、神経活動、遺伝子、行動などを定量的に比較することによって、比較神経科学を進めていきたいと考えています。その中で、睡眠という広く保存された生理現象において、構造的、機能的な最小単位を明らかにしていきたいと考えています。And now, interestingly, if you fall asleep, your brain changes from one way of talking to each other to a completely different way. When we are awake, these neurons all talk to each other at the same time, irregularly, and so on. And the moment we fall asleep,these neurons start to become active together and silent together and active together.
And because they use electrical signals to communicate with each other, we can measure slow electrical waves from these brains. And what we would like to understand is how these slow electrical waves are produced, and especially how these slow waves produce the beneficial effects of sleep. Because if you've had a good night's sleep, then you've produced a lot of these waves and you wake up the next morning refreshed and ready for the new day. 睡眠と食事は同時に行うことができない行動ですが、それを調節する仕組みは重複しています。例えばトリプルアイスの象徴的な分子であるオレキシンは食欲と覚醒を促進します。睡眠不足がエネルギー代謝に悪影響を及ぼし、逆にエネルギー代謝の異常が睡眠にも影響する背景には、睡眠とエネルギー代謝の調節機構の重複があるようです。私たちの最近の研究では、エネルギー代謝の個人差は睡眠時に顕著になり、メタボリック症候群につながる最初の第一歩が睡眠時に見えてくることが示唆されました。睡眠時エネルギー代謝の特徴を詳しく観察するために、メタボリックチャンバーというエネルギー代謝測定室を世界一の時間分解能に調節して研究を進めています。弊研究室は症状バイオを用いて睡眠の制御機構に分子レベルで迫ることを目的としています。特にムーンショットでは、睡眠と免疫の関連を我々が発見した新規睡眠誘因子眠りを中心に研究を展開していきます。眠りは抗菌ペプチドであることが先行研究から判明しましたが、その作用機序は全く理解されていません。遺伝学や性格的解析を駆使しながら眠りの作用機序を明らかにすることで、睡眠と免疫システムの接点の理解を深めていきたいと思っております。 Good nutrition and sleep are the keys to disease-free life. In fact, it has been shown that the differentiation and proliferation of immune cells, such as white blood cells, is synchronized with sleep. The molecular mechanisms by which sleep regulates immune system function are still largely unknown. Therefore, we are comprehensively analyzing gene expression in leukocytes and other immune cells obtained from blood of sleep-deprived mice and mutant mice with abnormally increased sleep need by single-cell gene expression analysis, and identify candidate molecules that intervene in sleep quality and immune system regulation. We have recently developed a half the sleep of the ショートスリーパーマウスを独自に開発しました。このマウスを使って、どのような神経メカニズムがショートスリープを可能としているのか、またショートスリープが生態にどのような影響を与えるのかなどを調べています。この研究は、例えば眠気を効率的にキャンセルできる方法の開発や、我々が毎日眠らないといけない理由の解明につながると考えています。私たちはなぜ眠らなければいけないのか、それが知りたくて研究をしています。眠っている間に脳の中で何が起きているのか、それを理解するために、神経活動や遺伝子発現の変化を解析しています。私の夢は眠らなくても大丈夫なマウスを作ることです。私たちの研究室では、人の睡眠の機能を促進するための非侵襲的、非薬理学的手法の開発を目指しています。具体的には、聴覚刺激、嗅覚刺激、前庭刺激などの非侵襲的な刺激法によって、人の睡眠の特定のプロセスを効果的に促進する方法を研究しています。また、これらの刺激が翌日の人間の心や行動に与える影響を調べ、人睡眠の機能の理解と操作に貢献したいと考えています。また、当研究室では家庭用の睡眠モニタリング機器の開発も行っています。このようなデバイスと非侵襲的な手法等を組み合わせることで、睡眠の機能を家庭でも促進し、生活の質を向上させることに貢献したいと考えています。我々のグループではデータサイエンス、データ工学の視点から睡眠の研究を進めています。データ解析は科学の第4のパラダイムというふうに認識されています。
これまで睡眠の計測には特殊な機器や入院が必要でしたが、IT の進展により手軽に家庭で自分の睡眠を計測することが可能になりました。ここにあるのは我々が共同研究しているベンチャーが開発した家庭用簡易脳波計です。このようなデバイスを用いて多くの人々の睡眠データを収集し、睡眠ディップデータを構築し、スーパーコンピューターも活用しながら睡眠の解析を進めています。私たちは睡眠中に記憶がどのように脳の中で処理されているかということを研究しています。またこの基礎研究の成果を臨床に応用する臨床研究も行っています。特に私たちは最近大人の脳の中で新生するニューロンがM 睡眠中に記憶を固定化することに必要であるということを証明しました。このために我々は大人の脳の中でどのように神経細胞が生きたまま活動しているかということを知るためのカルシウムイメージングや、光で神経細胞の活動を操作する光電学、また特に情報学の先生方と協力して AI などを用いた研究を行っています。またこれらの基礎研究をどのように患者さんに役立てていくかという臨床研究を行っております。我々はすでに独創的新薬を2つ世に出しております。で、トリプル IS において我々はオレキシン1、2の選択的作動薬を創生しており、そのオレキシン2作動薬がナルコレプシー治療効果を示すことをモデルマウスで確認しております。で、最近我々はオピオイドカッパー受容体作動薬がなかなか鎮静と嫌悪を分離できなかったんですが、新しいカッパー作動薬を創生してその分離に成功しております。で、さらにそのカッパー作動薬は眼性疼痛のような強力な痛みも抑えることが分かりましたので、市場においてモルヒネに置き換わるものと期待しております。このような我々の研究経歴を踏まえて、最近ではモルヒナン骨格を有する化合物ライバラリを構築して冬眠の研究に使用しようと考えております。我々の研究グループでは有機合成化学を基盤とした創薬研究を行っています。つまり皆さんが飲むような薬、特に新薬を開発するために有用なその活性成分、有効成分を化学的に合成するといった研究を行っています。現在は脳内にあって睡眠と覚醒をコントロールするオレキシン受容体に作用する薬の開発を行っています。これが完成した暁にはナルコレプシーという睡眠障害の治療薬としてだけではなく、まだいろいろなことが分かっていない睡眠という生命現象の謎を解明するための一つの有用なツールとなる可能性も考えられます。また今後は睡眠時間を自由に調節できるような薬の開発や、医療的に人に冬眠を誘導するような薬の開発も行っていく予定です。私たちのグループでは睡眠覚醒を調節する薬物を開発するプロジェクトに取り組んでいます。これまでに生理的な覚醒を誘導するオレキシン受容体アゴニストや、生理的な睡眠を誘導するアデノシン 2A 受容体アロステリックモジュレーターを報告しています。今回のムーンショットプロジェクトでは、これらの知見をもとにさらなる創薬研究を進めていきます。睡眠というと皆さんは脳は休んでいると思われると思いますが、実際には脳は覚醒とは違う作用様式で機能しているのです。そして睡眠中にはノンレム睡眠とレム睡眠という全く違う別の状態が現れます。またある種の哺乳類は冬眠という睡眠とよく似た状態になりますが、冬眠と睡眠も全く別の作用様式なのです。このように私たちの脳はさまざまな作動モードを切り替えて使っています。私たちは脳がどのようなメカニズムで、あるいは神経回路を使ってさまざまな作動モードを切り替えているか、そしてそれぞれの状態はどのように維持されるかを研究しています。私たちのグループではナルコレプシーやその他の睡眠障害のある患者さんにて、診断のために脳脊髄液中のオレキシンレベルを測定してきました。これまでに測定したサンプルの数は3000を超えており、サンプルは現在冷凍保存しています。最近 QRFP ニューロンが
冬眠に関連していることが発見されました。クライン・レビン症候群と季節性うつ病はどちらも冬眠に関連している可能性のある反復性の過眠症状を特徴としています。現在はクライン・レビン症候群と季節性うつ病の QRFP レベルの測定を開始しています。それはもう衝撃的でした。大学院の修士の学生だった時に参加した学会で、睡眠は脳ホルモンで制御されていると聞いたんです。でそれからもう博士課程の学位を取るには睡眠研究をやろうと思いました。でそれから何十年も経っていろいろな睡眠関連遺伝子や睡眠調節物質が見つかりました。でも睡眠障害に悩む方々は減らないんです。そんな中9年前に筑波大学にトリプル IS ができたんです。これはもう革命的でした。それから世界的な睡眠研究の成果の多くが筑波から発信されているんです。睡眠研究をやってみたい人は絶対トリプル IS で来るべきです。